ニュースマグビです。晴れ渡った空の下、青い法被にねじり鉢巻き、白い足袋を履いてカメラに真剣な表情を向けるのは宮川大輔さん。多くのファンが待ち望んでいた世界の果てまでイッテ Q の祭り企画の復活が決まりました。今回宮川さんが参加したのは1月25日にアメリカコロラド州で開催されたフルーツケーキ飛ばし祭り。フルーツケーキを投げ、距離と正確さを競ったり、ヘラに乗せたケーキを落とさないように運び、俊敏性とバランス感覚を競うなど計4種目で争われる祭りで、地元の風物詩にもなっているそうです。ニュースマグビ